ただいま。お母さん、お姉ちゃんどこ？お姉ちゃん？2階でゲームでもするんじゃない？あった。お姉ちゃん、切るよ。のぞきみちゃん、失礼します。あ、おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。今日今から撮影なんですけど、はい、今日はですね、シャープ5からの撮影になります。はい。でちょっと間空いちゃったんですけど、はい、いかがお過ごしでした？お家にずっといました？お家にいました。あの、やってましたよ、ちゃんとゲーム。ゲームやってました。あ、そういえば最近あのキャラクターの祭祀使いましたよ。でもあれ難しすぎて、うまくなんかループできる、あの技術がちゃんとなってないとなんかで難しいなっていう思いでしたね。いう思いでしたか、はい、なるほどね。難しいという思いを感じたっていうことですね。使いこなせなきゃ、はい、なんか難しいけど使いこなせたら本当にあれは最強ですね、うん。あ、じゃあそれ今度あれですね、使ってみたいですね。あ、使ってみたいです。でもしかしたら、うん、こののぞきみちゃんを見てるファンの方が、うん、第五人格をやられてて、うん、教えてもらえるかもしれないですね、うん。あ、確かに。そうですよね。それはちょっと本当に嬉しいですね。教えていただけたらですよね。そうですよね、はい。やっぱそうやって徐々に最強になっていって、これが人と人との輪なんですよね。めちゃくちゃいいこと言いますね。いやでも本当そうだと思います。ゲームからも学べる輪。いや本当にそうですよ。ゲームの輪ってことですよね。はい、確かに。いいこと言いましたか。ありがとうございます。はい。で、今日第五人格をやっていくわけなんですけれども、はい、なんか参考にされているその配信者の方だったりとかっていらっしゃるんですか？うん、はい、あのゲーム実況をよくしているさとみさん。はい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 、さとみさんですね。よく見てますね。あ、なるほど。あの、分かりやすい。はいはいはい。し、あのやっぱり技術もね、ちゃんと見抜いて、なんかあの説明も上手だし、うん、すごい尊敬している大人の一人です。ありがとうございます。はい、大人の一人ですね。はい、もしあれですね、さとみさんとコラボ配信とかできたら。あ、すごい嬉しいです。やってみたいです。それ一つの夢です ね。あ、もう言ったもん勝ちなんで、もうさとみさんだと思ってカメラに向けて、さとみさんに一言どうぞ。さとみさん、あのコラボしたいです。一緒にあの頑張るのでよろしくお願いします。これ届くといいですね。見てますかね。きっと見てくれてると思います。お願いします。はい、頑張ります。なんかあれですか、第五人格ってなんか大会とかってやってるんですっけ？あ、やってます。なんかやってますね。そうなんですか。はい。で結構あれですよね、ツイッター上でもやっぱキャラクター可愛いじゃないですか。うん、そうですよね。だからコスプレとかイラストとかって結構そのゲーム以外のところで、うんうん、あの一般ユーザーの方が結構真似られてるみたいなんですけど、うん、そうですね、結構あのコスプレ してる人も多いし、うん、もう本当に今話題になってますよね。そうですね、そうですね。なんかあれですか、はい、コスプレとかってどうなんですか、あの桜さん的に。はい、すごく興味があります。あ、ありますか。はい。あ、仮にできるとしたらどのキャラクターでコスプレしてみたいとかあったりするんですか？うん、やっぱりよくやっているそのナースのコスプレをしたいっていう部分もありつつ、ちょっともう変わった感じの、例えばなんかめっちゃ変わった感じのなんかオーラを持つ祭祀とかのやつもやってみたいし、コスプレね。はいはいはい。あと可愛いのは庭師とか。うん、可愛いですね。確かに。はいはいはい。やってみたいです。ああ、いいですね。男のキャラクターもやってみたい。あえての男。あえての。そうですね。今度なんかタイミングがね、もしあれば、うん、ぜひそのコスプレ配信みたいな感じで。やってみたい。
で例えばなんかその企画、うん、配信で企画立ててクリアできたら、うん、番組側からコスプレ式プレゼントみたいな形で、うん、すごいそれコスプレ配信みたいな、うん、やってみたいです。やってみたいですよね。それも、はい、それなんかご褒美企画としてありかもしれないですね。すごくありですね。そうですよね。でも逆にご褒美があるんだったら罰ゲームもありかななんて思っちゃってるんです。だって罰ゲーム、なんか罰ゲームって聞くと青汁が思い出るんですけど、でも青汁が思い出る、そっちじゃないか。え、怖い。青汁が苦手なんですか。青汁好きなんですよ。好きなんだ。なんか青汁以外で、あ、なんか逆になんかその苦手なものとかってありますか。なんか虫、あ、じゃあまず虫食べましょう。え、待って、やばい。それはすごいです。コオロギから。それは絶対やばいですね。あ、じゃあ虫はちょっと苦手な感じですかね。虫は苦手です。はい、あとあれが苦手、なんかあの怖い、あのあれ戦慄迷宮、戦慄迷宮が、はいはいはい、は絶対にお化け、はい、屋敷得意な方だと思ってるんですけど、はい、なんかある時見たら戦慄迷宮だけは絶対入りたくないと思いました。あ、まだ行かれたことはない。あ、ないんですね。そういうの、そういう感じはやっぱりあの怖い、ビビって怪我しそうだしダメですね。怪我しちゃうんですか。怪我絶対する。あ、結構走っちゃう感じですかね。暴れちゃう。暴れちゃうみたい。見たいですか、ね。はい、どうしよう、言っちゃった。そうですね、フェリサイクって言っちゃった。そう、辛いものとかどうなんですか。あ、辛いもの大好きです。あ、大好きなんですね。はい、はあはあ、あと、あ、苦手な食べ物が、はい、あんこと乾いた椎茸。干し椎茸のこと。あの、乾いた椎茸。乾いた椎茸っていうのは、乾いた椎茸がおばあちゃん家に生えてたんです。あ、それやべえキノコじゃないですか。ってキノコだ。いや、ちょっと、え、乾いた椎茸が生えてたんですか。そう、干し椎茸とかじゃなくて、干し椎茸みたい。そう、とりあえず乾いた椎茸がダメ、食べれない。それ食べてもいいやつなんですか。そもそも多分食べてもいいやつ。あ、食べられたんですか、それは。一口でやめた、苦すぎて。あ、それは椎茸じゃないな。待って、なんだろう。いや、多分やべえやつだと思いますね。嘘。はい、多分なんかそのあまり人体にはよろしくないと思いますね。味が、はい、なんか昔の、なんか昔の味が、昔の味。あ、畳の味みたいなんですか。昔車乗った時に、はい、車のところにあるなんかわかんない液体、多分間違えて舐めちゃったことあって、その時すごい、はい、そんな感じの味がしたんですよ。あ、なるほど。それから苦手になった。何がですか。椎茸。あ、椎茸の乾いたバージョン。煮物とかに入ってるじゃ椎茸はいけるんですか、乾いてないから。あ、それはすごい大好きです。あの、なるほど。焼肉とかで焼く。はい。あ、あとあんこが食べれなくて。甘いやつ、甘あんこですか。あ、なんかあの粒、粒と合体してなんか、はい、腰あんじゃなくて粒なんですか。はい。腰あんは食べれるんですか。食べれない。え、おまんじゅうが食べれない。あんこじゃなくておまんじゅうが食べれない。あんこもおまんじゅうも食べれない。あ、一回ちょっと整理してもいいですか、こちらで。あんこが食べれない。あんこが食べれないんですよね。だからあんこが入っているたい焼き、おまんじゅう、大福とかは食べれない。あ、ってことはやっぱあんこ全体がダメってことなんですね。そうなんですよ。で、このあんこの種類はこしあんだろうが粒あんだろうが食べれない。食べれない。あ、そうなんですね。みんなに人生損してるねって言われます。あ、そんなことないですよね。でもね、本当ですか、よかった。はい、嬉しい。よかったです。はい、そうですね。じゃあ、その好きなものもあって嫌いなものもあると、で、はい、罰ゲームとかね、できたらっていうことと、うん、ご褒美企画、はい、今後やってって、はい、で、さとみさんとコラボっていうところで、はい、見てくれるといいですね、この配信をね。あ、見てほしいですね、はい、見てくれてますように。そうですね、お願いします。お願いします。あ、とりあえずね、はい、その見てくださるお客様と一緒に、うん、なんかそのオフ会みたいなできたらいいですよね。あ、それやりたいですね。ね、やりたいですよね。それすごい夢です。あ、
それじゃあちょっと目指してやってきますか、はい、みんなでね、はい、ワイワイしながらワイワイしながら楽しんでいけたら嬉しいなって、はい、いいですね。そうですね、みんなさんもその時やっぱりその第五人格を頑張っていただいて、そうですね、うん、一緒に特訓して、はい、そしてスキルもパワーアップして成長していきましょう。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、さくらもこです。はい、今日も第五人格をやっていきたいと思います。そしてですね、私は最近あのゲーム実況のさとみさんという YouTuber さんの実況 YouTube をよく見ています。今回はですね、その YouTuber のさとみさんの初めてその第五人格をやるっていう人のための動画を参考にして、それを見習って今日はやっていきたいと思います。さとみさんの動画は概要欄から飛べるようになっていますので、ぜひあのチェックしてみてください。そしてですね、今日はあの冒険家でやっていきたいと思うんですけど、さとみさんの初心者向けの動画では冒険家が使われているので、今日は私もその冒険家を使ってやってみたいと思います。じゃあ早速、冒険家はどういう特徴があるか早速見てみましょう。じゃあ冒険家ですね。いいですね。いい感じですか。いい感じです。よかった。いい感じですよ。どんどんいきましょう。じゃあ冒険家見てみましょうか早速。じゃあちょっと特徴ですね。あ、間違えた。すいません。いきますよ。どうぞどうぞ。もういいです。自由にやってもらっていいんです。もう気にしないでもらって。じゃあ冒険家見てみましょうか。冒険家、冒険家どこにいる？待って、どうやって？いや、いいいい、じゃあ、OK ですよ、いいですよ。あ、音もうちょっと大きくしよう。あ、ちょっと待って、待って、音しないと。ごめんなさい。あ、ありがとうございます。こっちに入っちゃうかな。大丈夫。あ、犬つけたんです。あ、犬つけたんです。あ、犬つけたんです。じゃあちょっと冒険家見てみましょうか。許してください。待って、また間違えた。スイレの振り返るとこじゃなかったでしたっけ。あ、スイレの振り返りのスイ右下の。あ、じゃあちょっとここからちょっと待って、本人よりも下から見たの知っとるよ。ちょっとこれだけ。あ、じゃあちょっともう一回やってみましょうか。いや、もう本当自由にやってもらっていいですよ。はい、じゃあちょっと冒険家の特徴を早速見てみましょう。本日の営業時間は終了いたしました。どういう特徴があるかっていうと、どういう特徴、特徴どこに書いてある。あ、いいですよ、いいですよ。冒険家見てもらって、上の4つアイコンあるんで、それちょっと長押ししてみてください。あ、そうだ。じゃあ冒険家、早速どういう特徴が。あ、すごい長い。あ、すごい長い。あ、すごい長い。これは結構すごい。ガリバー旅行記を携帯し、旅行記を読んでその世界にあの沈り込む沈り込むことで、あ、小さくなる。そうですね、小さくなってハンターから感知されにくくされるっていうね、そうことができる。体を縮小することができるってことです。高レベルのスキルを持ち、サバイバルスキルを持ち、傷跡を隠す方法を知っている。あ、そうですね、ハンターが足跡とかでどこにいるかを見抜いちゃうので、それを隠すことができるっていうね、そういう方法を知っているんだね。自己の好奇心を制御できず、解読中にあの 無効な操作を試すのを好む。
結構頭いいですね。調整発生回率が確率が 30% 上昇し、調整発生時の成功判断範囲が 30% 減少する。じゃあすなわちどういうことなんですか。すなわち調整発生確率、あの結構その 暗号を解く暗号機をあの操作するにあたって自己の好奇心を自己の好奇心を制御できず、解読中に無効な操作を試すのを好むということですね。で、成功率、その暗号をちゃんと解くにあたって範囲を 30% 減少することができるっていうことですね。いわゆる暗号を解くのがちゃんと有能な一人であるということですね、きっと。で、実力に関しては十分な休憩を取ることで冒険家はいつでもスパートできる。スパート？スパートって何ですか？とりあえず10秒以上移動しない状態が続くと、次に移動するときに移動速度が 40% アップする。あ、これはすごいですね。持続時間は1秒である。この効果は80秒ごとに1回のみ発動できる。いわゆる移動速度が 40% アップするっていう強みを持っているんですね。で、持続時間は1秒、この効果80秒に1回移動速度が 40% アップするっていうことですね。そういう実力を持っていたんですね。すごいすごい。ちなみになんですけど、はい、この冒険家もっとすごいのが、あのフィールド上でお宝っていうのがあるんですって。はい、お宝っていうのを見つけることができて、そのお宝を見つけると暗号機ありますよね。その暗号機の進捗が、うん、時に使うと 35% 進むんですって。うんうん、あ、そうなんだ。なんで例えば 65% もう暗号を解いてたら、うん、解いてた時に、うん、そのアイテムを使うと、うん、一気に 100% になって、すごい待って、あの冒険家実はあまり興味持ってなかったんですけど。でしょうね。え、今めっちゃ興味持ちました。興味持ちました。はい。わ、すごい、さとみさんのおかげですね。え、さとみさんありがとうございますちなみにこのさとみさんの時の動画だと、はい、あの動画アップされたのがちょっと昔なんですね。結構昔ですよね。ちょっと前なんですけど、はい、その時の、冒険家のスキルと、うん、今の冒険家のスキルちょっと違ってて。そうですよね。あの今の方が時間が経ったから、そうです、使いやすくなったりするんで。確かに。とてもいいと思いますよ。じゃあちょっと冒険家も脈ありですね。うん、そうですね。これから頑張っ、ちょっと冒険家もね、使ってみようかなって思います。やってみましょう。やってみましょう。とりあえずやってみることが一番大切です。あ、みんな結構やる気満々で嬉しい。今ハンター待ちですね、きっと。あ、初めて冒険家使うかも。こんにちは、冒険家です。すごい、なんか男になってみるとお宝とか、あれ、あ、ちょっとバグってるあれ、ちょっとバグってる、あ、待って、バグってるどうしよう、待って、待って、バグってる、あれ、前に進めない、待って、横に行けない、待って、どうしよう、横に行け、あれ、待って、バグってるすみません
ぐ、あ、もうその頃には結ばれてた。あ、待って、助けてくれた、ありがとう。あ、間違えてあっち行っちゃった。ちょっととりあえず逃げよっか。あ、よかった。あ、この人に助けてもらおう、治療してもらおう。あ、ありがとう。ちょっと最初にしてバグってしまいましたが、ここからねちゃんとやっていきたいと思いますね。とりあえずちょっとこの時間を大切に。ちなみにお宝箱、初めて使ったけどね、結構イケメンですね。あ、調香師逃げ切れ、逃げ切れ。あ、ごめん。囚人と一緒に通信して早く暗号を解けるようにしてもらってるけど、これはね鬼に見つかりやすい場合もあるから気をつけなきゃ。うん、あ、地下に行ったね。きっと地下に連れ去られたのかも。地下ももう終わりだね。地下ってか、とりあえず宝、あ、終わっちゃった。お、体とか小さくしなくても大丈夫ですか。ちょっと体小さくしてみましょうか。間違えた。これですね。あ、すごいちっちゃい、かわいいミディアムだ。ミディアム、スモールでした、ごめんなさい。え、この子いい、これいいね、これバレな、バレない。よかった、バレなかった。結構意外といけるじゃん。体小さいっていいね。ちょっと一回大きくなるね。あっちにいるんだ。助けに行ってみようか。あ、ありがとうって言ってるから誰か助けに行ってるのかな。手を貸して早く地下か。あ、待って、嘘でしょ、ちょっと小さくなるね。どう、小さい感じ、いい感じですか。いい感じです。あ、よかった。待って、私でちっちゃいのに襲われる、どうしよう。あ、撃たれたら大きくなるんだ。とりあえず逃げるしかないね、こういう時は。あ、あ、悲しい。連れ去られそう。連れ、あ、あ、誰か助けに来てくれるかな。あ、囚人が助けに来てくれるかな。お願いします。あ、でももうすぐお亡くなりになっちゃいそう。あ、やられた。もうこれ降参。こういう時は降参。なんか。もう残りの2人になってもう助けようがなかったら降参するのが一番いいらしい。そう、宝箱見つけられなかったので次に見つけてみます。それでちょっと試してみ見てこの冒険家の良さをアピールしたいと思います。どうですか、実際一回使ってみて。ちょっとこれでスキルを上げたらハマりそうですね。スキルを上げたら、
これでなんか使いこなせるようになった。ああ、なるほど。自分のプレイスキルがあったからですね。そうですね。なるほど。あとちょっといろいろやっぱりこの人にしかできないあの良さをいっぱい見ることによってもっとこの冒険家がね好きになりそうですね。結構冒険家ってちっちゃくなるから鬼っていうかあのハンターもこうやってる間にシュッて逃げればもうこっちのものですよ。よし、次はバグらないようにちょっと周りを見渡すことも大切ですね。ちょっと見渡しすぎたかも。あ、今のじゃないですか。うん、10秒間待つと早くなるって言ってましたよね、うん、あ、そうだ、10秒間確かに。あ、ちょっと小さくなりますね。あ、そ、10秒間待つとですよね。でも、うん、80秒経たないとまたもう1回使えないんですね。そうですね、80秒に1回ですからね。そうですね、大事にしないとですね。本当にそれ、たま、時には大切にすることが大切。ちょっとこういう時は小さくなるしかないの。再開した。あ、追われてるんだ。一応ちょっとこれちょっとここ危険かもだけど、80秒経ちましたかね。その金に光ってるのは何ですか。金に光ってるの、あ、これなんだろう。それはお宝じゃなさそうですかね。これはお宝じゃないですね。お宝、なんかお宝ありそうでないですね。ちょっととりあえずここ解読しちゃいます。ちょっと焦っちゃうな。え、待って、嘘でしょ。私しか、え、待って、私しかいない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。とりあえず、とりあえず、あの、治療するしかないよね。嘘でしょ？やだ、待って、本当にありえない。待って、悲しいんだけど、待って、こっち来ないでほしいな。嘘でしょ？ちょっとちっちゃくなった方がいいね。ちっちゃくなりますね。ダメだ、見つかってる。あ、もういい、これ、みんな先にやられないでほしい。あ、もうやられた。もうみんなダメじゃん。ごめんなさい。あ、一人ちょっとその囚人の人が立ち上がったから、回復したから。頑張れ。嘘すみませんってみんな言ってるか、私も言う。やっぱみんなすみませんが入ってるんだね。これはもうダメだ。ポストマンが復活して誰かを助けて巻き返しもある可能性もありあるんです。あ、ダメだ、ダメでした。すみません。でもみんな最後までやってくれましたね。じゃあ一旦、はい、試してみたってことで。はい、試してみたということで。宝箱はなんかなかなか意外と見つからなかったですよね。ちょっと走りながら探す、これから探すことが大切ですね。どうでした、冒険家使ってみて。意外とこの人小さくなるじゃないですか、うん、だからその分鬼、うん、ハンターハンターがなんか攻撃しにくくなる可能性があるっていうのと、宝箱を探して宝ゲットして、でその暗号に使い果たせたら、すごいもうなんかいろいろやりこなせるようになったら
最強だなって思います。なるほど、はい、今後も使ってみたいですか？ちょっと使ってみたいですね。この冒険家はもしかしたら可能性が、未来が見えるかもしれない。なるほど、はい。何の未来が見えそうですか？最強になる未来。これは強敵だな。最強を目指してるんですね。目指してます。わかりました。じゃあ今日はこの辺にしておきましょうか。はい、冒険家面白い。え、冒険家ってこんなに意外と面白いんだなって、なんかすごいびっくりしました。なんかちょっとこれでも冒険家さんでもいろいろあのパワーアップしていきたいと思います。今後もちょっと見てほしいな。これからね、いろんなキャラクターを使ってプレイをしていきたいなっていう気持ちがいっぱいです。それなのでいろんなキャラクターとともに一緒にプレイしているところを見てほしいな。そして皆さんよろしくお願いします。ごめんなさい、日本語ぐちゃぐちゃで。皆さんもぜひ第五人格やってみてくださいね。そして高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次回もよろしくお願いします。じゃあねー。